リボンの最新号を紹介する動画だめ。今月の表紙はじゃじゃーん、ハニーレモンソーダのうかちゃんだめ。かわいい。今回は付録がね、アメリカンダイナーの看板風ということもありまして、うかちゃんもちょっとウェイトレスさん風の衣装で出てきてくれました。かわいい、カチューシャみたいな。かわいい。レモンパフェが、うんうん、新鮮、美味しそうです。美味しそうです。爽やかです。で、今月の付録はヤミヤミバイカラー巾着トートとおかわりミニポーチだめ。詳しくは配信中の付録動画を見てね。それでは今月号の扉絵を紹介していくめ。担当からは村田舞先生のハニーレモンソーダー。すごい、なんか新しいよね。今月のさ、表紙に合わせてくださったのかなって思った。うかちゃんがケーキに乗ってるんですよ。乗ってる。ドレスのデザインもめっちゃ可愛い。超素敵。記録更新してるんだ。累計1100万部突破でございます。止まらない。ちょっと今月は本当に買い受けがね、最近ちょっとこうすれ違い気味な感じが続いているんだね。今月もどうしようかと思って1ヶ月ドキドキでしたけど、どうなるか。2人は仲直りするのかしないのか。最高に盛り上がってます。読んでください。はい、続いて黒崎みのり先生のウイコーン。かわいい。スクバ持ってるね。ウェディングドレスタキシードかけるスクバ、まさにウイコンって感じをこうなんか体現してる扉絵だめね、これ。あ、でもノベライズ決定って書いてある。今回第68回小学館漫画賞を受賞しまして、うんうん、ノベライズもウイコンが小説でも読めちゃうっていうのもあるので、うん、ぜひぜひウイコンがね、たくさんの人に届きますように。続いて水沢海先生の青に落雷。すごい、もうかわいいね。うん、セラちゃんも今ねライバルというか、うん、そうだね、ちょっと出現してるから新しい感じだよ、うんうん、すごくかっこいい、うん、心も美しい先輩がいますけど、この子とセラちゃんはどういう風に向かっていくんだろうみたいな。二人とも最強だもんね、うんうん、セラちゃんがどう成長するのかにね、うん、めちゃめちゃ注目な号になってます。続いて浅香のり子先生の絶世の悪女は魔王子様に寵愛される。うん、夜やっぱりあんまりノワールなので、結構こう暗めの態度低めな感じの雰囲気がいつも多いよね。めちゃくちゃかっこいいよ ね、 ね。でもすごい浅香先生の雰囲気にめちゃめちゃ合ってるというか、うん、めちゃマッチしてたよね、うん、1話も2話も超面白かったのでね。アイラ先生の原作も含めて要チェックしてください。続いて中島ミルク先生の花火は覚めない夢を見る。なんか今回はちょっとテイストが違うカラーだね。タロットカードじゃないこれ。超かわいい。だってちょっとキャラたちのタッチもね、うん、ちょっとあのミュシャンっぽいというか、うん、ミュシャンスターっぽい目ね。かわいい、おしゃれ。めっちゃ可愛い。やっぱミルキー先生毎回こういうもうおしゃれすぎる、超えてくるよね、ね。本当にね、花火がねどうなっているんだっていうところがずっと気になってるから、あとは琥珀ちゃんとの関係がどうなるかっていう、うん、なんかね、先月って琥珀ちゃんかわいそうだったよね、うんうん、そこをね、オリビアがどう乗り越えていくのかがめちゃめちゃ注目されるよね、うん、誰の関係はいかに、うん、続いて木下ほのか先生のレオと三日月。あ、かわいい。もうもうなんか、うん、安心の世界。そう、安心なのね、ほっとする。あかりちゃんってほんとそういう存在だよね。ほんとにめっちゃいい子だし、うん、見てこのスクワのマスコットが作って超かわいい。ねえね、確かにかわいい。これグッズか求む。うん、求む求む。ね。あと、ハイちゃんにはエマ先輩というライブが今いて、ね、エマ先輩がもうね、結構、千秋くんにアタックしまくってる感じだから、あかりちゃんはあかりちゃんのこう、ペースって。うんうん。そうだね。千秋くんに近づいてほしいなって思ってるんだけどね。やっぱりあかりちゃんに、そうだね。素直なね、二人の恋を見守ってください。うん、続いて、坂井真由先生のハローイノセント。なんかいつも空間が美しいよね。放課後、こんな。空気感だったかもしれないね。こんな空気感であってほしかったっていう感じ、うん、いやもうめちゃくちゃ煽りかっこいいよ。モノクロームの教室で君だけが極彩色に映る感じ。そして最新イボンマスコットコミックス第7巻が4月25日火曜日に発売予定です、うん、
ぜひチェックしてください。続いて石川恵美先生の絶叫学級転生。着物すごいね、着てるのすごいよ。なんかすごいですね。ケイウンさんの、ね、うんうんうん、はあの関西人じゃん、うん、大阪のブティックとかに行ってそう。かっこいい。今月ね、このケイウンさんの妹ちゃんのあれちゃんがどうなるかっていうところもあって、うんうん、結構ね読み応えあるので後編ですね。今回じゃあここで落ち着くわけですね。一旦そうですね、落ち着くので。気になってたみんなは絶対読んでね。続いて小石陸先生の恋するミニマムムーン。夢の中でも君に会いたい。そうですね、この二人がね、前回お餅がついに告白。ひなみくんがその思いにどう応えるかっていうのが今月描かれているのか。お餅ちゃん幸せになったです。二人の声を最後まで見守ってあげてください。続いて小林ゆき先生の推しピ症候群。毎回毎回こう、うん、リアちゃんとウユ様の掛け合いに本当に笑わせていただいておりまして、全然好きじゃないじゃん、うんうん、やっぱあくまでウユ様が好きだから。今回もね、相変わらずリアちゃん揺らがないので。みんなリアちゃんクマ耳じゃないですか。そう、可愛いね。いつもこうちょっと推しモチーフのいろんなね、こう小物とかまで、服装とかもだけど、全部小林先生のこうなんか世界観が詰まってていいよね。続いて梨野アリ先生の腐っても初恋。2話目3話目の2本立てで32ページでございます。今回めちゃくちゃね、1話面白かったから。男子校に入ったゆかりちゃんがこの2人とどういう風に近づいていくのかっていう。ゆかりちゃんめっちゃ可愛いじゃないですか。ゆかりちゃん女の子バージョンですね。女の子のバージョン、ね、女の子の時はこんな感じだったんだ。続いて竹内梢恵先生の3分後に〇〇する話。なんか不穏だけど。そうだね、うん、なんかちょい切ないのもあり、うんうん、っていう感じだった。姉妹の話なの。うん、姉妹とこの黒猫ちゃんも今回は関係してきます、うん、でも最後はちょっと温かさもあったかみたいなお話なので、ぜひぜひ楽しみにしてください。続いて三日月ゆい先生のほっとけないよ苦情感。可憐じゃないですか。甘くとろける恋心、うん、いつか君に通すからって書いてある。これ竹さん遊んでるよね。もうね、すごい遊んでる。完全に遊んでる。今回はね、いろんなクラスメートというか、うん、学校の人がいっぱい出てきたよね。なんかすごい面白かった、そのキャラたちが。すごいキャラメンいたよね。本当に一人すっごいのがいたから。めいめいすっごい笑っちゃった。めっちゃ笑っちゃったのがいたから、みんなもぜひそのキャラを探してみてほしいめ。早速中をもう紹介していこうかな。どうしよう。じゃらじゃん。いきなり？こちらはリボンの袋閉じでございます。うんうん、2号連続ウイハニ企画彼しっぽ生プリのハニレモバージョンでーす。こっちも付録動画で紹介してるので、ぜひチェックしてください。続いて春の大増刊号リボンスペシャル大好評発売中。よかったよね、読み応えバッチリ。もうあのね、表紙から爽やかで、藤沢さんがね、初の表紙を飾ってくれてるんだね。リオも最終回載ってるし。でね、関東カラーは木下先生の氷と春風。これは完全新作だめね。で、新人ショート漫画グランプリのね、デビュー作の方も載ってますしね。ゆずぽん先生とか神田先生とか、あとはね、森野先生のシリーズ最終回ということでね、本当にたくさん読まなきゃいけない要チェック作品がいっぱいあるので、ぜひぜひみんな買ってください。いいね。続いてリボン未来フェスタ2023最新ニュース。いやー、もうすぐじゃないですか。リボンのビッグリアルイベントが4年ぶりに帰ってくる。今回はグッズとかね、ドドンと解説してます。グッズ超可愛いんだけど、ね、クリアファイルとクリアポスターとアクキガチャだよみんな。あとね、スタンプラリーがあったりとか、自分だけの蛍光ペン工場とか、なんかいろいろあるんだね。この辺はぜひぜひチェックしてほしいのと、あとね、今月の付録をバイカラ巾着トートとミニポーチをね、持っていくとリボフェス限定のスペシャルグッズがなんともらえます。だからみんな忘れずに今月のリボンを買って、うん、付録を持って来てください、うん、すごい、なんかいろいろ手入れとかね、カラー塗ったりとかデジタル作画もできちゃうし、やっぱこの辺のイベントは本当にもうリアルじゃないといやないから、ね、しかも漫画家さんが教えてくれるんだね。そうなんだね。タイムスケジュールが書いてあるよ。うん、作家さんチェックしてもらって、みんなもぜひぜひ特別授業を受けてください。いいね。続いてハピダン V×ハニレモ男子出会っちゃいました。みんなハピダン V って知ってる？知ってる。サンリオ
史上初のユニットとしてデビューした個性あふれる6人の男の子たちです。ハッピーになりたい男子たち、 V 字回復を狙うという意味を込めてハッピーダン V です。で今回はね、そのハニレモとコラボしてイラストをこう一緒にね持ってくれました。ハニーはペップルが好きだからカイ君が持ってて今すごいドキドキしてる。メイメイはどれが好きなの？タキシードサムとか可愛い。英語がペラペラに話せるらしい。かっこいい。超かっこいいじゃん。で村前先生はねバット松丸くんとハンギョドンが推しらしい。嬉しい、そういうの知りたかったね。え、じゃあリボン作家さんの推しも分かっちゃうんだ。そう、神田先生とか前川先生とかあと中島先生と田代先生が語ってくれてるの。この辺もぜひぜひチェックしてください。ここだけエピソード読みたい。続いてはまるちゃん大好き by 滝沢カレンさん。滝沢カレンさんはなんと高松で開催されたさくらももこ展に行くくらいさくら先生の大ファンなんです。そうなんだ。ぜひこの機会にと思ってすみまる子ちゃんを語っていただきまして、本当に滝沢さんのさくら先生の作品に対する愛がねめちゃめちゃ伝わってくるインタビューになりまして、で滝沢さんはずっとインタビュー中まるちゃんのことをすみまる子さんと言っていてですね、丁寧、それがとっても可愛かったです。なんか取材なのでお話しするときはすみまる子さんって呼ばないといけないっていう、なんかご自身の中でルールというかあるらしくて、なんかすごくリスペクトを感じるね。そうなの、本当に素敵なお人柄が伺えるインタビューなので、もう皆さんぜひぜひ読んでください。見てウイハニー企画、菅崎みのり先生ロングインタビューです。連合はハニレモの村前先生にインタビューしましたが、今月はミノポン先生にインタビューです。コラボ企画なので村前先生からミノポン先生の質問とか、ハニレモのウカちゃんとかカイくんがそれぞれウイちゃんコンクに質問したりとかもあって、超飲み応えがねあるのです。すごくメイメイが印象に残ったのは、先生が家族を描くときに意識している思いっていう部分がねすごく良かったなと思ってて、同じ家族なんて一組もいないし関係性は違って当たり前だから、家族のこと悩んだとき自分の気持ちをすぐに分かってくれる相手なんていないんです。なのでそういう尊さと心細さを忘れないようにして描いてるっていう、なんか素晴らしいな。作品に対する黒崎先生の姿勢もそうだし、思いがね本当にウイコンにはいっぱい詰まってるんだなってことが分かったので、さらに愛が深まると思うから、みんなもぜひこれは読んでほしいインタビューだ。続いてザ・スーパーマリオブラザーズムービーで、はちゃめちゃマリオワールドへゴー。マリオが映画になるんだね、うん、今ね USJ の方で任天堂ワールドもあるし、マリオがこうすごい来てるなって、勢いがあるなってのがすごく思うから、みんなねこのムービーについてね、いろいろチェックしてほしいんですけど、なんと日本語吹き替え版のマリオ役が大人気声の宮野真守さんらしいです。うわ豪華、すごい。ぜひぜひ映画館に向かっていってほしいなと思います。続いてリボコレでございます。今回はね、韓国です。韓国ファッション、韓国メイク、韓国アイドル、ギュッと。めちゃくちゃ可愛くないリボンがあるじゃん。ねー、すごいよね。もう今回は結構もう派手めにいっちゃいました。憧れ。あとちょっとこのメイクとアイドル紹介もあったり、本当に盛りだくさんなんだめ。ぜひぜひチェックしてください。最新のリボンマスコットコミックスを紹介していくね。今月はこの3冊、村田舞先生のハニーレモンソーダ22巻。もう22巻。すごいさ、ムカちゃんがこうバーンって正面にいるカット、いっぱい見てるはずなのに、なんか今回のコミックスカバーがすごいとても新鮮な気持ちがしました。1200万部突破、バーワンですよこれは。ねえ、少女漫画の頂点よ。連絡は誰にも渡さない。そうね、アミちゃんがね強すぎて、ムカちゃんはねもっと自信を持ってほしい。素敵なや女の子だから、って思いました。皆さんも要チェックです。続いて石川恵美先生の絶叫学級転生20巻。20巻、15周年だって。すごい。これは読みよだよね。読みよですよ、久しぶりだよね。ミオファンは喜ぶね。ミオファンも嬉しいね。今回はキャラクター相関図も収録されてるらしいですよ。キャラ相関図確かに今欲しいかもね。誰がどういう関係なのかとか長くなってきたからね、もらえるとめちゃありがたいから嬉しいね。20回になってまだまだ説教は続きますのでお願いします。お願いします。続きまして、原作文川佳乃先生、作画田代美也先生のミオの名のもとに第7巻。
巻類の最終巻となっております。完結、憎しみの決心が降臨しましたね。増刊になってた最終話が収録されてるわけですよね。忍者とね、能力者がそもそも共に生きられるのかっていうところで始まったミオが出したこう答えというか決断をぜひみんなにも見てほしいなと思います。そしてさらに6ページにも及ぶ文川先生のキャラデザ初期設定資料も入ってるらしいね。気になる。すごい、原作のね、文川先生が書いていた設定資料、これはもう必見ですね。ゲットしてください。はい、以上、最新のリボンマスコットコミックスの紹介でした。というわけで、今月のリボン、ヤミーどうだった？ヤミーヤミーでした。本当に盛りだくさん。確かに作品も付録も、記事も全部ヤミーヤミーな号になっておりますので、皆さん今月もぜひぜひよろしくお願いします。ではでは、また来月お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。動画を見